プレリュードは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、ノッチバッククーペ型の乗用車である。1978年に、ベルの店の発足と同時に、同店向け先売車種として登場し、NSX が登場するまでは同店における、フラッグシップの位置づけであった。日本車初の電動サンルーフ、ABS、4WS、オッツ、S マチック等、 発売当時の最新技術を他社に先駆けて装備していたことでも知られる。また、二代目、三代目はデートカーとして若者に人気が高くスペシャルティカーブームを象徴する車種となった。ミニバンおよび RV ブームの到来およびバブル崩壊以降のスペシャルティカー人気の下火に伴いプレリュードは五代目で姿を消した。1978年11月24日に 1974年12月に終売となった145クーペ以来3年11か月ぶりとなる2ドアのノッチバッククーペとして登場した。日本国内よりも日本国外での販売が好調で約4年における総生産台数約31万3000台のうち80%程度が日本国外向けだった。エクステリアデザインが 当時のメルセデスベンツ 450SLC に似ていたこと、埼玉県川越市に隣接する狭山工場で生産されていたことから、川越ベンツの相性がある。当時のシビック、アコードは、モノコックボディにサブフレームを付けた構造だったが、プレリュードでは、サブフレーム一体型のモノコックボディが採用され、フロントピラーも二重構造になるなど、当時としては、ボディ構成に力を入れていた。 サスペンションは前後ともにコンベンショナルなストラットであるがスプリング中心軸に対しダンパー中心軸がオフセットマウントされ滑らかにストロークすることを意図して設計されていたフロントサスペンションはバンプステア領域を意図的に設定し要ゲインを高めにすることで操縦応答性を確保したこのため FF ながらアンダーステアを抑え コーナーリング限界付近で割りアから滑り始めると、一体 FR のような挙動を示した。このような特徴から、当時の足回りとしては、評価が高い。当時のアコードと共通の EK 型エンジンを採用し、改良を重ね、出力は90、95、97PS と、進化した。1980年4月25日にマイナーチェンジが行われた。 参加触媒付け CVCC2 となり、ドライバビリティを向上させた。また、当初2速であったホンダマチックは、オーバードライブ付きの3速となった。初期型のシート表皮には、通常のファブリックに加え、XR 及び G には、日本国外の自動車メーカーの高級車に採用されている、このリールザーが、オプションで選択可能であった。このモデルでは、 日本国内で生産する車としては、初となる電動サンルーフが標準装備されていた。初期モデルでは鉄板のサンルーフであったが、中期型以降では格納式、サンシェードを持つガラスサンルーフが採用された。その他、視認性を高めるとし、スピードメーターとタコメーターが同心となった集中ターゲットメーターが装備されていた。ただし、北米向けは、 現地の声を取り入れ、モデル中期に通常の2眼メーターへと変更された。1981年10月に最終マイナーチェンジが行われた。トレー形状のダッシュボード、メーター類、クルーズコントロール、ナビゲーションコンピューターなどが変更された。オーディオ類はそれまでのロータリー式ラジオ別対、カセットデッキを廃止、当時日本国内で普及のとにあった。 新タイプとし1段を装備した。最上級グレードとして新たに設定された XXR はフロントにベンチレーテッドディスクブレーキ、リアにソリッドディスクブレーキ、8インサーボが装備され、工場オプションで革シート専用外装色の選択も可能であった。日本国内仕様ではホンダのプラークの装着を止め、代わりにフロントとリアにそれぞれ H のエンブレムを追加した。 1982年11月25日から販売を開始。キャッチコピーは FF スーパーボルテージ。BGM はボレロ。フロントサスペンションにダブルウィッシュボーンを採用し、リトラクタブルヘッドライトと相まって先代よりエンジンフードが80から1 0 0、mm、トル低くされた。ほぼ車両中央部まで達する長いリバース A アームを備えたストラットを、 リアサスペンションに採用した。リトラクタブルヘッドライトは、開発段階では、Z31 型フェアレディ z のような、平行移動式を模索していたようであるが、生産型ではコンベンショナルな回転式とされた。当時としては斬新な、横幅が広く車高が低い日本車離れしたデザインが、女性にも好評で、運転席側にも、助手席、リクライニングノブがついており、 デートカーという言葉を生み出した。オプションとして、日本初の4は LB を XX、XZ に設定した。ワイパーはワンアーム式を採用していたが、輸出使用者には日本ワイパーの使用も存在した。ステアリングは速度多様式のパワーステアリングを備えており、低速時のステアリングは非常に軽くセッティングされていた。ボディはフラッシュサーフェスを標榜しており、 ラジオのアンテナもリアガラスにプリント配線されたものを採用。その他珍しい装備としては走行中の風圧を利用したラムウェア式のベンチレータを備えていた。前期型から搭載されていた ES 型エンジンは CV キャブが2連で装着され、ルーフ型燃焼室や B、C トーチの採用による高圧縮比化などにより 125PS を発生。エアグリーナーを エンジン後部に装着することにより、ボンネットフードが低く置かれた。組み合わされたトランスミッションは、5速 MT とロックアップ機構が採用された4速 AT の2種類が用意された。ホンダ車発の時速 180km の速度リミッターを搭載した。発売当初のモデルでは、崩壊性前のフェンダーミラーと当時流行のクルーズコンピューターが搭載されたが、後期型では、 ドアミラーに変更され、クルーズコンピュータは省略された。1985年6月20日には、3代メアコードと同じ B20 アンペア型を搭載した 2.0SI が追加された。1987年4月9日に登場。デザインは先代を継承する、キープコンセプトなスタイルとなり、先代に引き続き、デートカーとして、 S13 S シルビアの登場まで一世を風靡した。サスペンションは、仙台にタイシリアの形式が変更され、4輪、w ボーンが採用された。エンジンは、仙台から、キャリーオーバーされた B20 アンペア型のみで、16、バルブの DOHC モデルと12バルブの SAHC モデルの2種類。なお、出力計測条件がグロスからネットに変更されたため、 出力の表記は仙台より低くなっている。量産乗用車では世界初となる機械式 4WS が搭載されている。前輪が操舵されると前輪のステアリングギアボックスからセンターシャフトを介して入力軸である変身シャフト、インターナルギアが固定されたプラネタリーギア、出力軸となるストロークロットなどがあるリアステアリングギアボックスに回転が伝えられる。 変身シャフトが回転すると、プラネタリーギアに変身して固定されたピンが自転と後転を組み合わせた動きをし、この横方向の動きをストロークロッドに伝え後輪を操作する。これにより、後輪切り角は前輪打角が小さい時には同位相に動作し、一定以上打角が大きくなると逆位相方向に変化する特性になっている。なお、構造がシンプルな反面、速度や、 横 G などを考慮した制御はできない。この 4WS 機構は、フォーミュラワンカーの開発担当として知られた、佐野翔一が、部下の古川治村と共に開発したものである。なお、当時のテレビ CM の BGM には、映画、地下室のメロディーのメインテーマが起用され、4WS の動作をアピールするものとなっていた。形式の BA4 型と BA5 型の差は4。 WS のウムであり、4WS 付きが BA5 型、2WS が BA4 型である。1989年11月21日にマイナーチェンジが行われ、光軸を上げた固定式ヘッドライトのプレリュードインクスという派生車種を追加し、これまでより年齢層の高いユーザーへ訴求を試みたが、3代目発売当初の販売台数には及ばなかった。 その他 SI-TCV にはビスカス LSD がインクス、SI、s i s r s には運転席 SRS エアバッグが歴代プレリュードとして初めて標準装備された。1990年10月には3000台限定で SI-4WS をベースに3ナンバー化した特別使用者の SI ステーツを販売した。これは北米向けの B21 アンペア型エンジンを搭載し、 グリーンガラス、ボディ同色サイドプロテクションモールなどが特別装備、されている。サイドモールは通常より厚いものとなり、全幅は 1715mm に拡大された。ボディカラーはジュネーブグリーンパール、チャコールグラニットメタリックの2色で、内装はモケットが標準であったが、オプションでレザーが選べた。1991年8月に生産終了。 在庫対応分のみの販売となる。1991年9月に4代目とバトンタッチして販売終了。1991年9月19日に販売を開始。キャッチコピーはフューチャリスティックスペシャルティ。このモデルのミリアのエンブレムがアルファベットの小文字混じりの筆記体でプレリュードと表記される。従来とは大幅にコンセプトを変え。 スペシャルティクーペからスポーツクーペへと変化した。全幅は 1765mm に拡大、全長は 4440mm に短縮された。このため、キャビンもこれまでより小型化されたことにより、初代から受け継がれてきたサンルーフはアウタースライド式に変更された。先代で採用された 4WS は、このモデルより機械式から、 電動毛沢動の電子制御式に変更された。インテリアはバイザーレスの近未来的なインパネを採用した。エンジンは F22 バイト型と H22 アンペア型の2種類。日本国外のモデルにはアコード等に搭載された F20 アンペア型とアスコットイノーバに搭載された H23A 型が存在した。 1993年9月のマイナーチェンジではヘッドライト周りのデザインが変更された。また、不評だった後部座席中央の収納ボックスを廃止し座席をフラット化、座席の分断を解消した。結果、乗車定員も4名から5名となった。またサンルーフがオプション扱いとなり、運転席、助手席、エアバッグ、 ABS など安全装備をオプションとして選択可能となった。1994年9月のマイナーチェンジで新たに追加された SIB テックスポーツステージにはボディ色に白色が追加された。2代目、3代目と好調な売れ行きを記録した同社ではあったが、バブル崩壊によるクーペ自体の需要を衰退、さらには3ナンバー化が要因となり、売り上げは低迷した。 この傾向は、後の5代目も同様であった。なお、警視庁のパッドカーとして、前期及び後期型が存在していた。形式は BA8 型が SI、BA9 型が SI4WS、BB1 型が SIBTECK4WS、BB4 型が s i b t e c だった。また、SI と s i b t e c の外観上の識別は、 リアウィンドウ下部の DOHC ビテック表示のウム以外にルーフモールが SI は黒で SI ビテックはボディ色だった。1996年10月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1996年11月に5代目にバトンタッチして販売終了。1996年11月7日に登場。 コンセプトは三代目以前の路線に回帰され、スペシャリティクーペとして居住性の向上が図られた。外見の特徴としては縦型に伸びるヘッドライトが特徴。インパネは先代のバイザーレースの近未来的デザインから従来のタイプに戻された。サンルーフもオプションながら三代目以来のガラスサンルーフが復活した。イメージカラーはシルバーメタリックで、 カブロンという名称の合成比較をシートに使用した赤と黒2トーンの内装を SI 及びサーニオプション設定した。車体色により黒一式のカブロンを採用した内装も選択できた。後期型からは本革シートもタイプ S のみに設定され、他のグレードのシート柄が変更された。タイプ S や後期型で新設されたサー s スペックでは プレリュードの刺繍が取れたシートとなり、サイドはカブロンではあるがエクセーヌからスウェードタッチファブリックと名称が変更され、シート値も若干変更された。日本国外仕様ではベージュ内装やクルーズコントロールの設定があり、サイドマーカーの位置も地域で異なっている。オートエアコン、フロントホグランプ、リアワイパーを持つのは基本的に日本仕様のみである。 日本国内でのアフターパーツは多くないものの、海外市場では4連スロットルか、後付けターボカといった商品もキット化されている。プラットフォームは、インスパイアやアコードのものを流用することが検討されたが、仙台と同じくプレリュード専用のプラットフォームが用いられた。エンジンは仙台を継承したが、スポーツグレードのタイプ S と、さあ、S スペクトでは、ピストンの形状や、 高圧縮化により 220PES に出力向上、ヘッドカバーの色も黒から赤となる。加えて、タイプ S には新開発のオッズを搭載し、後期型では制御方法が変更された。さあ、S スペックにはビスカス LSD が標準搭載とされた。4WS の作動角も先代の6度から8度に変更された。その他の AT 仕様には、 新開発のシーケンシャルモード付き4足 AT が初搭載された。2000年9月生産終了。以降は在庫分のみの販売となる。2001年6月、インテグラのフルモデルチェンジに伴い、インテグラに統合という形で販売を終了し、23年の歴史に幕を下ろした。日本国内販売台数13,924台。 初代二代目三代目四代目五代目、ありがとうございます。